たける心を殺すことある。今回の動画はメイポムさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。振り返れば遥か遠く、ふるさとが見える。でこぼこ道や曲がりて道、地図さえない、それもまた。あ、第6チャンネルのんだんです。あ、ジョーさんもです。あ、お名前もときです。加藤さんもありです。あ、監督ネームってことですか。監督ネームです。本名は加藤大輝です。みなさんなんて呼ぶんですか。サモアリさんって呼ばれてます。サモアリさんって呼ぶんですか、ね、はい。みなさんおいくつなんですか。35歳。最近ちょっともうって言葉使えないから、はい。どういうビデオの監督さんなんですか。そういうビデオの監督です。はい。あ、そうなんですか。今何年目なんですか。5年目とかじゃないですか。あ、5年目で30ぐらいからやってますね。29で業界入って、30で監督になって、でそこからですね。あ、1年ぐらいで監督さんってなれるんですか。なんかでも僕もともとカメラマンだったんですよ。そういうハプニングバーとかで働いたことあったんで、女性の経験っていうか女性の扱いとかがそんなに下手じゃなかったので、割とすぐそこは監督になりましたね。なんでこう出たいって思ってございますか。いやいや、なんか友人の方が、はい、出たら面白いんじゃないって言われたんで、最近いろいろ風俗プロデュースさせてもらったりとか、はいはいはい、近々アパレルとかも作るんですけど。あ、アパレルもらえるんですか。まあ、いろいろそういう活動も増えてきたので、はい、こういうところに出ておくのはいいことだなと思ったので。あ、そうなんです。すごいな、これ。あ、これどこに座ろうかな。どうやってマスク取れますか。はい、大丈夫です。はい、最近は歯折れちゃうんで。それが嫌で。すいません、大丈夫です。そうやってますか。溶けて、はい、こう抜けちゃいました。こけちゃったんですか。はい。三重県出身なんですね。三重県出身です。前はフォトグラファーを目指して上等なんですね。そうですね。カメラマンでしたね、最初の子は。なんで、あ、どうですか、やっぱおしゃれが好きだった。ファッションフォトグラファー目指して。もなんか僕高校が服飾だったんですよ。はいはい。なんで洋服好きで、はい、カメラファッションカメラマンみたいになりたいなと思って東京来ましたね。あ、服飾の高校なんかあるんですか。なんか文化服装学院のってあるじゃないですか、の高等科みたいなのがなんか地方だとあるんですよ、人が少ないから。そこにたまたま入って、で僕学年が男僕しかいなくて、女だらけの中で生活するようになって、そこにちょっとなんか性癖とかなんか好きなものがちょっと変わっていったというか。どういうこと。いや、なので服飾なんで、高一、15、6歳で服作る人なんてそんなにいないじゃないですか。で、男が僕しかいなかったんですよ、学年に。まあ、専門学校の高等科なんで人数は少ないんですけど、学年に50人ぐらいいて、その中に男僕だけだったんですよ。はい、っていう環境とかがあったんで、ちょっとなんか性癖だったりとか、そのフィティッシュなものとかが結構、なんか、ニョニョニョってなって、いろいろ今に至るって感じしますけどね。ちょっと原点かなと思います、僕は。え、何がどうなったの。要は、例えば、いわゆる普通の、なんか男であることを封鎖されたみたいな。わかりますか、この感じ。多分これは独特なんですけど、なんか。あ、でもそれを教えてほしいですね。まあ、学校行くじゃないですか。はい。なんか昼休みに、クラスのみんなに、みんなガーッと集まってきたんですよ。で、みんな仲良かったんですよ、別に。なんで女子ですもんね。女子です。で、加藤のことを、なんか女と思うようにしようと思うんだよねっていうふうに言われて、仲いいからかと思って、ああ、ありがとうみたいな。一人だけ男で気遣わせてごめんねみたいな話をしてて、そしたら、次の体育の時間だったんですけど、一斉に全員が脱ぎ出したんですよ。あ、なるほどなと。3年間俺を男と思うよりも、女にしちゃった方が楽だって思われたんですよね。あ、そっか、いちいち、そう、加藤さん一人のために、うん、その教室で脱ぐのを、なんか、うん、恥ずかしいみたいなことがめんどくせえってことですか。そう。で、それで、あ、なるほどなと。例えばこの環境で彼女は絶対できないし、そのなんか、思春期として結構なんか、辛いじゃないですか、やっぱりその、単純に興奮してしまうっていうことでもないんですか。いや、日常生活なりすぎちゃうと、やっぱりちょっと興奮、最初はそれは興奮しましたよ。おーとか思ったんですけど、もう慣れてきて、で、向こうもなんか覗いてるとか感覚もないくなると、別にそういうのなくなりますね、割と。あ、じゃあお母さんが着替えてるみたいな感じに見えるというか。うん、うん、うん、ほんとそうです。
それ送信されたからってなんていうか芸人になるとかそういうことでもないですよね。いやでもなんか東京来てファッションフォトグラファーの学校だったんで、写真の学校だったんで、まあそのちょっとゲイっぽい先生がいて、はい、でそのファッションカメラマン、要するにファッションを職業とするんだったら自分の性癖がストレートなのかバイなのかあのゲイなのかちゃんとはっきりさせた方がいいよっていうこと一回言われて、あそんなもんなんですかファッションって。いや別にそんなこともないんでしょう、多分その先生がそこの多分セクシャルをかなり意識してる人だったからそういうふうに言われて、あなるほどなと思って一回行ってみるかと思って、18歳ぐらいの時になんか2丁目、そこですよね、3丁目か3丁目か行って遊んでみたんですよ男の方と。おおほう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 。で、まあ、割と悪くないなと思ったんで、だからどっちも好きだった、どっちも嫌いじゃないなと思ったんで、あまあまあこういうのもありかぐらいな感じで。あれ20歳でなんか倍になれたというか。そう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 、倍になりましたね20歳で。そういうことは働いたこともあるんですか。うん、一応ちょっとだけ売り線みたいなのが働いてみます。面白そうだ。どんなシステムなんですか。まあなんか普通にもうあれですよ、もうバーがあってそこにお客さん来て一緒にこの後飲もうよみたいなこと言ってホテル行ったりとかするノリですよ。そしてその経験しながら一応カメラマンになるんですか。スタジオに勤めるんですよ。スタジオに勤めるのとその何ですかね、あとカメラマンっていうのはなんか どんな。いや写真スタジオはもういわゆる箱なんですよね。なんでフリーのカメラマンさんがたくさん来るみたいな、そこもお手伝いさせてもらうみたいな感じなシステムとしては、はいはい、でそこで修行したりとかして、まあ、例えば気に入った方いたらそこに弟子入りするとかそういうシステムですよ。でそこでずっと社員やっててもいいですし、辞めてカメラマン目指してもいいし、まあ、勉強させてもらうみたいな場ですよね。あなるほどなるほど。その時になんかカメラ、いろいろファッションの勉強したかったんでファッションカメラマンさんの撮影ついたりとかしてたんですけど、はい、そのスタジオの中になんかケンヤスガイっていう菅井健也君という、まあ、写真家っていう子がいるんですけど、うん、その人と知り合ってなんか写真カメラマンじゃなくて写真家になろうって思って。カメラマンと写真家って何が違うんですか。カメラマンはこれを撮ってくれって言われてお金が発生する職業ですか。写真家は好きなものを撮ってそれに対してお金がつく、まあ、芸術家とクリエイターみたいな感じじゃないですか平たく言うと。なるほどなるほど。僕はずっとファッションが好きだったので日本人 の、 そのブランド思考感覚みたいなものが嫌いだったんですよ、まあ、要するに嫌いなものをテーマに写真を撮っていこうっていうふうに思って、ヴィトンとかだったりするとそのデザイナーの名前も知らないのに 2,30 万のカバン買うとかっていう価値観がよくわからないなと思ってたんで、はいはい、とにかくルイ・ヴィトンのバッグを持ってる人2年間3年ぐらいかけて1万枚スナップしたんですよ。へえ。それをなんか普通の写真の L 版みたいなものにしてボストンバッグに1万枚詰めて、はい、なんかそれをバカッと開ける展示みたいなのをしてて、はい、それがなんかエプソンカラーイメージコンテストっていうと今で言うとこの写真新世紀とか写真のコンクールみたいなところでグランプリ取れたんですよ。へえ、すごい。これちょっと写真家とかするとデビューできるのかなと思ってたら、はい、このヴィトンというものを否定的と捉えられる人が多いからそれはちょっとグランプリできないと剥奪されちゃったんです。あ、そういう意味の剥奪ってこと。そうそうそう、グランプリを剥奪されたんです。要するに日本にいると否定的なものって不自的なものって多分いけないなと思ったんでどうしようかなと思って、でもやっぱこれデザイナーに見せたいなと思ったんです。僕はデザイナーが好きだったんでちょっといっぱい撮ったりとかそのこれはあなた似合ってませんっていうものを、まあ、当時若かったんで撮っててそれをデザイナーになんか見せたいなってすごい思い出して、はい、でマーク・ジェイコブスアメリカ住んでるんですよ。それをちょっともう会いたいなと思って、はい、見せたいと思ってその作品を、はいはい、何か変わるか分かんなかったんですけど、なんかとにかく見せたいなと思って、であと日本にいても一番でかいコンクールコンペだったんでそこが無理だったんでもう日本だけでやってても多分可能性ゼロだなと思ったし、そうか、一番でかいコンテストでグランプリ取ったのにそれが剥奪されちゃったらもう絶望ですよね。そうです、絶望だったんですよ。もう本当死んでましたよね、あのショックで。なるほどね。でもうじゃあいいやとアメリカ行こうと思ってアメリカ行ったんですよ。で3ヶ月ぐらいそのマーク・ジェイコブスのなんか事務所調べて何日間かちょっと 見てたんですよ。でもやっぱ入れないんですよ、そういうでかい事務所って。もう、そうですね。警備も厳しいし。なんで、ちょっとまあ、パーティーピーポーっぽいファッション、服買って、髪の毛とか切ったりとかして、赤いサングラスかけて、業界人のふりして、その事務所に入っていったんですよ。ハローみたいな感じ。今日どうみたいな感じのドアマンもいるんですけど。そしたら入れてくれて、間違って。で、雰囲気出したの。そう、雰囲気出して。ほんで、もちろん入れてもらったんですけど、マーク・ジェコスいなくて、なんで、どうやって入ってきたのって言われたんで、事情説明して。そしたらちょっと私たちは会う約束アポ取ってあげられないから手紙とか書いてきてるんだったらそれちょうだいって言われて、それを本人渡してあげるから読むかどうか知らないけどって言われて、はいって言って渡したんですよ、はい、まあでアメリカ行って1ヶ月2ヶ月行ってもかかってこなかったんで、あもうこれ無理だなと思って、アメリカはもう無理だなと思ったんで、次はヴィトンはフランスが国なんですよね。ヴィトンっていう、あそうなんですか。メインはフランスなんですよ。あ
リトンはメインはフランスなのにそのアメリカ人なんで、デザイナーはアメリカ人なんですよ、まあなんかその辺ちょっと不思議なんですけど、フランスって写真の街でもあるんですよ。写真年に何回かでっかい写真祭があって、はあ、そこの写真祭で勝手に展示してみたら、で僕も25だったんで、はあ、そのなんか朝知恵ですよね本当に。最初1日だけ展示できてたんですけど、まあ気づいたら下げられてて、あ、バレるってことですね。そうそう、バレて、で呼び出されて怒られて、そう、まあ、そうそうっすね、うん、でもまあでもやっぱ向こうもアーティストを扱ってる側の人間なんで気持ちはわかるけどっていうことで、別に特に罰金とかそういうのなかったんですよ。ほうほう、まあでもやでもそういうのはちょっと今は違うかなって、普通の大人のかわし方されて、ほう、だからもう、ああもうダメだ、フランスも逃げ道なくしたなと思って、ああそう、こういう風刺的なものってタイミングが合わないとやっぱ売れるもんでもないんだなって思って、まあちょっと普通に途方に暮れながら、まあ、フランス生活を送ってて。ちなみにその金とか言葉はどうしてたんですか？いやいや、フランス語ですけど別に喋れなかったですよ。まあある程度本当1ヶ月2ヶ月ぐらい行ったやつの程度のキャッチボール。それこそ英語なんて全く喋れないんで。おい、英語も喋れないですか？英語喋れない。でもさ、アメリカのその マーク・ジェイコブズとかどうしたんですか？なんかもう手紙とかでジェスチャーですよね。見せたい作品があったんで、これこれみたいな、見せてよみたいな、ちょっとそれでなんか手紙的なものとか、はい、手書きみたいなもんとかでやってましたね。え、じゃ金はどうしたんですか？金はまあなんとかなるじゃないですか。だって別に20万ぐらいもう20万ぐらい持って行って、ね、向こうで何日か1ヶ月ぐらいとか2ヶ月ぐらい生活すると、例えばちょっと日本料理屋で働いてみたいとか、そういうのしながら、そういうのしながらです、本当に。で、知り合いのなんか、なんだったかな、なんか掃除手伝ったりとか。でもその時に思ったのが、ファッションの写真撮ってて、例えば日本と違ってファッション写真、例えばノーブラとか、シースルーとかそういうものがあって、なんかエロスとファッションがなんか一つだったんですよ、その当時、そのヨーロッパは。で、エロスっていう表現ってやっぱめちゃくちゃ面白いなと思ったし、すごく好きだったんです、好みだって。で、いいなと思ってて、で、もともと変な風俗とか行くのが好きだったんで、やっぱエロスっていいなと思って、面白そうだなと思って喋ってたら、え、エロをやるんだったら日本でしょって、まあ、その時住んでた仲良かったやつに言われて、生産業の一番トップの国が日本じゃないって言われて、まあ、確かにそうだなと思って、で、まあ日本帰ってきて、そこからなんかハプニングバーに勤めてみて、で、自分のセックスライフとか性のことをなんか作品取り出、ハメ撮りとかみたいな写真を取り出したんですよ。お、ハプニングバーでバイトしたんですか？そう、結局3年ぐらいバイトしたんですけど。バイトするとやっぱそのお相手もするとですか、お客さんの？いや、なんか不思議なシステムで、結局セックスしたい人たちが、まあ、性に興味がある人たちが現れて、そこの人たちをくっつけるみたいな仕事だったんですよ、当時は。また今とはルールが違うんですけど、昔はなんかその男と女が現れて、で、なんか何も起こらないんですよ。でもそれってお店として面白くないじゃないですか、働いてる側としては。なんでここの2人をくっつけるみたいな仕事をしたんです。花踊りとかどこでするんですか？いや、それはそこのお店で知り合った女の子と、そのお店終わりにホテルちょっと行って花踊りっていうか、まあなんかセックススナップって分かります？分かんないですよね。今はちょっともう定番になりすぎちゃって、そういうジャンルじゃないんですけど、なんかセックス の, そのマイノリティのカルチャーみたいなのをなんかスナップするみたいな作品って結構多かったんですよ。エモいって言葉が結構流行ってるじゃないですか。なんかそこの先駆けかなと思うんですけど、そういうちょっとなんか性を意識した写真といえばいいですかね。へえ、うん、そういうのを、まあ、撮ってたんです。で、やっぱ今の説明が下手な通り、多分そんなに自分に合ってなかったんですよ。何年かやってたんですけど全然面白くなかったし、ちょっと俺は分かんなくなって、もう嫌になっちゃって、写真とか撮るの、物を作るのが本当に。で、たまたま知り合った女の子の紐になっちゃったんですよ。へえ、どんぐらい、それ何歳ですか？27とかかな、6とか7とか。27なんて紐ですか？30万もらって、なんか好きなものをなんかいつでも買ってもらえるみたいな環境になってっていう感じの生活が始まったんですよ。もう楽だから抜け出したくなくないですか、そんなのだったら。何も働かずに30万もらえるって。そうですね。なんでもう当時はもう本当写真はやりたくなかったんで、でも何か好きな、何かやりたい人ではあるんで、なんか日本一周したんですよ、とりあえず。バイクで、バイク買ってもらって。それ紐の状態で、紐の状態で人のお金で日本に出産です、僕。その相手の女の子とは何仕事してる人なんですか？なんかすっごい金持ちの子やったんですよ、たまたま。すごいでかいところの土地持ち、資産も買うですよね。地主ってことですね。そうそうそう、すっごい、だからその規模がでかかったんで。そんな、そういうなんかいい家柄の人とどこで出会うんですか？でもそこハプニングバーですよ。あ、その女の子そういう性癖だったんだ。そうそう、ハプニングバーとかって、そんななんか性癖とかいうかっこいいもんでもなくて、ただのバーですよ、やったらそこは今。例えば SM がやりたいとか、こういうこだわった性があるとかっていう人はそんなまず来ず、どちらかっていうとなんかクラブとか、 なんか飲み屋とかカラオケみたいな延長で来るとかする。ハプバーって、ああ、じゃあちょっとエッチなスリリングな体験したいみたいな。そう、もうちょっとそんな、もうツイッターの
裏垢同士がおふたこするみたいなレベルのぐらいですよ、今、バーなんて。まあそこでその結構若い、僕6個ぐらい下の子かなと、20歳、21人かなの子が来て、仲良くなったんですよ。そこからなんか話してったら、なんかそういう感じになってて、あれよあれよとなんか紐になっていったみたいな感じですね。で、まあお小遣い恵んでもらうというか。そうですね。というよりもなんか僕、憧れる、なんか、人生はコスプレみたいな感覚があって、うん、なんかそのものになりたい、なりきるコスプレするのがすごい好きで、例えば紐になってみたいなと思ったら、紐になる精一杯の努力をするんですよ。ハブバーっていう環境が良くて、やっぱ紐の人、紐になる人、紐をすぐ飼っちゃう人みたいな女の子、男とか男性とかいっぱいいた時があって、たまたま、うん、紐座談会してもらったんですよ。うん、どうしたら紐になるんだとか、私はなんで紐飼っちゃうんだみたいな話を結構ずっとして聞いてて、うんそういうの聞いたんで、なんか実践したら、たまたま成功したみたいな感じ。その紐になるそのテクニックはどうなってくるんですか？なんかやっぱ言われたのが、まず、タバコを買ってきてくんないって言って、その時にお金を要求してこない子は、まあ、まずそのちょっとチャンスがあるっていうふうに言われて、その次言われたのが、まず相手の身なりを高くしてやれって言われたんですよ。どういうことですか？要するに、普通だったら、例えば何々の服買ってよって言われました。じゃなくて、君みたいな可愛い子は、そんなの似合わないからもっといい服着た方がいいよとかいいもの食べた方がいいよって言って向こうの金銭感覚を上げるんですよ。ほう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 。で一緒に買い物とか選んであげたりとかしてる時にでも自分は買わない、え買わなくていいのみたいな、いや俺にはあれだからって言ってじゃあ買ってあげるよって言われたらもういける、畳み込めるってそう言われて、なるほどなと思って、俺もまずだから俺もなるほどななんですよ。やっぱりやってみたくなるんですよ、そういうことを全部。ほうほう。それが成功してで、なんか半年ぐらい普通になる、まあ別にだからといってめちゃくちゃその悪い感じでもないんですよ、お前を騙してみたいな感じじゃなくて、もう結構普通、あ紐って割と普通なんだなと思ったんですけど、普通になんか生活しててお金をくれる、でそこに意外とそのなんかギクシャクしたもん、意外とそこまでなくて、はいどうぞ、ありがとう、すいません、ありがとうございます。で、まあ、家のことはこっちがやってみたいな。あ、ちょっと主婦的な感覚なんですか？そうかもしれない。掃除もするし。掃除もしますしね。なんか洗濯もするし。洗濯もするし。でも写真家のこととかで悩みがあったんで、はい、今すごくあなたのおかげで毎日楽させてもらってるから、ちょっと日本を一周してみたいんだって言ったら、別にいいんじゃないって言われて免許代くれて、免許取って。はい、あ、免許も持って、免許代もくれたんですか？免許代もくれました。ちょっと30万ぐらいってことですか？うんうん。お金持ちですもんね、そもそも。そうそうそう。結局じゃあ日本一周資金もらうんですか？わかんないけど。日本一周資金ももちろん持ってない。もちろん持ってない。2ヶ月ぐらい行ったんですよ。でもそんなに、めっちゃ持ってないですよ。2ヶ月なんで、40万とかじゃないですか？あーすごいっすね。でも2ヶ月ですよ。2ヶ月行って。いや、それはなんか別に、そんな別にめっちゃ引っ張ってやろうって感覚もないんですよ、俺も。まあでも、あれさ、途中で連絡とかするんですか？今ちょっとだいぶお金がなくなってきちゃったんだよね、みたいな。あそこね、僕、意外と暇のくせにお金管理上手だったんで、全然計算通り、ちょうど40万。最初に40万もらうんですか？そうね、だいたいこれぐらいかなって言って。へぇー。で、まあ別に日本一周したからって、なんかその、紐やってるから贅沢した旅じゃなくて、2ヶ月間行ったんですけど、1回もホテル泊まってなかったりとか、あ、そうなんですか。いや、野宿、ずっと野宿したりとか。へぇー、そうか、野宿、まあ、でも逆に言うと、食生活はなんか充実そうですね、40万も野宿で暮らしてたら。なんか食い物に興味なくて、そんなに。何に金使ってたんですか、40万。バイクで、なんか日本一周って意外と思んないんですよ。日本って道が下手なんで、飽きちゃうんですよ。はい。なんで、山の中走りながら日本一周しようと思って。はい。林道とかって分かります？結構その道なき道なき、そうあって、あ調べたらあったんですよ、そういうのもいっぱい、その県各県の山小屋のところに、そこを使いながら日本一周しようと思ったんですよ。なんかしないですか？なんでそこの時にこのオフロードブーツとかヘルメット買い替えたりとか、いわゆるなんかブーツ履いてとかあるじゃないですか。バイクも結構壊れてくるんですよ、途中で。なんでやっぱ結局そういう感じで、そっちにお金使って、バイクと自分の身の装備に金かかって、そうそう、何のことは分かんないですけどね、今思えば。それでなんか山の中走ったりとかして、日本一周していろいろ、その時の経験が面白かったんですよ、山の中走ったりとかしてるのが。もうで、俺はもう写真とか全部やめてレーサーになろうと思っちゃったんですよ。なんでか知らないですけど。そのオフロードバイクね。そう、エンデューロレーサーとか分かります？エンデューロとかって山の中をバイクで5時間走ったりとかするんですけど、っていうレースがあるんですけど、ずっと高校も服飾の世界だし、こっち来ても洋服とか写真とか割とアートとかクリエーションの世界にずっといたんで、それ体を動かしたりする生活ってしたことなかったんですよ。だから全く違うことやろうと思って、でそれが幸せだったらもうそういう人生でいいなと思ってたんで、とりあえずやってみたんですよ。
レース。それやるって何す、エントリーするんですか、分からんけど。なんか、まあ、とりあえず装備。ライセンス取るんですか。まあ、装備揃えて、はい、モトクロスレーサーも。全部、あれ、彼女が払う。もちろん、それは当然です。それは当然というか、それはそうなんです。そうなんですよ。それもレーサーになるんだよねって言って、彼女は、あ、いいじゃんって言ってくれるんですか。言ってくれましたね。なんかそこはなんか意外としんなり来ましたね。そんなダメって言われて思ってたんですけど、でダメって言われたら別に自分で働いてやろうと思ってたんで、そしたら許してくれて、そこはなんか肉体改造したりとか、毎月1回レースがあるんでそこ出たりとかしながらなんかやってましたね。でも結局写真とか映像が好きだったんで、ずっと結局モトクロスとかやっててもなんか気づいたら写真撮ってるし、気づいたら映像やってたんですよ。2年ぐらいやったんですけど。気づいたら映像やってるって何の映像ですか？まあ、例えばモトクロスレースの映像です。動画とか。ああ、なるほど。そのレースの、レース撮ったりとか。へえ。それでしかもモトクロスレースなんて結局小学校の時からやってるやつばっかなんですよ。上にいるやつとか、はいはい、当たり前ですけど。で結局そんな僕の年で始めたやつで大して運動経験もないやつなんでそんな大したとこまでいかないんです、当然。まあもう勝てるわけないですよね。勝てるわけない。普通に考えたらね。チームみたいなところに属してたんで、はい、そのチームのこのなんか動画撮ってあげたりとか。やってて、やっぱり写真とか動画とかの人生が自分の人生には必要なんだなと思って、ほうほう、結局そのひも生活もなんか性の一環、その性、自分の性のなんて言うんだろうな、楽しいとかエロいとかそういうことの延長上でやってたことだったんで、やっぱりエロいとかそういうものが自分には好きなんだなと思って、じゃあ監督になってみるかと思って、でそこからなりました。29で監督にな、あ、まあ、出してどこに入るんですか？ SOD 系のサディスティックビレッジっていう会社があったんですよ。そこにまず入ったんですよ。たまたま入ったのが業界屈指の一番大変なとこみたいなとこで、はいはい、でなんかもう本当嫌になっちゃって、まあね、10ヶ月ぐらいで辞めちゃうんですよ。あ、辞めちゃうんですか？辞めちゃうんですよ。で辞めて、で今本当だから前職いた会社ワープエンターテイメントっていう、まあ多分分からないと思うんですけど、はい、なんかちょっと業界ではちょっと名門っぽいところがあるんですよ。そこに行きたいなと思ってたんですけど、そこ落ちちゃって、その時はなんかロケットっていう、時間を止まるとか、なんかよくいわゆる AV の中でわけわからないってあるじゃないですか。なんか大きい寿司なんてくるくる回したりするやつとか、なんかバラエティーみたいなやつ、そこに入ったんですよ、とりあえず。でそこで本当すぐ監督になれたんですよ。へ、半年ぐらいやったかな。やっぱ自分が好きな作品じゃなかったんですよ、やっぱり。それはもうそんなバラエティっぽいと言いたくないですもんね。そうで、その時のなんかその写真家辞めた時のことをよぎって、やっぱ好きじゃないものを続けるのって結局すぐ嫌になっちゃって辞めちゃうんで、やめようと思って辞めて、でワープに入社させてもらったんですよ。その時もなんかいろいろ紆余曲折あったんですけど、MO とか、MO いるじゃないですか。はいはい。もう僕も成績はそっちなんですよ、もともと。なんで、もうそっちに寄せた作品をガンガン作るようになっていて、で割と数字が出るようになって、もっとでも売らないと上がいっぱいたくさんいたんで、もう下からの突き上げで上を抜くにはどうしたらいいかなと思って、そのいい作品作ってもやっぱりもうそんなすぐバッと出れるもんでもないじゃないですか、はいはい、なんでまず考えたのが、まあまあ、僕は乳首ものみたいなのを作品を結構やりだしてたんですけど、はい、まずこの乳首ものをまず完全に自分のものにしようと思ったんですよ。乳首といえばサモアイって言われるようになろうと思って、はい、まず、SNS の裏垢を10個作ったんですよ、はい、で俺がそのネタをつぶやいたら、その10個が自作自演で すごいね、サモアイさんっていうような感じのシステムを作っていって、ははで、その一人ずつ減らしていくんですよ。また気づいた頃にはまだ別の人、僕とは全く関係ない人たちがサモアイさんいいってなってくれて、ああ、なるほど。盛り上がってるようなものを作るとですね。そうです。で SNS 用で、そう、それで、まあ、それまず乳首ものみたいなのをゆっくり自分のものにしていって、で本当に2年ぐらい前ですかね、 SNS のネタでツイッターがバズって、そこのフォロワーがガーッと増えて、はは、乳首ものって何なんですか？女の人が男の乳首をいじるやつ。ごめんなさい、これそうですね、普通に考えたらそうですね、分かんないですね。それだけで2時間のことはないですよね、さすがに。うん、ちょうど2時間ですよ。でも基本的に僕の作品は、1分以上乳首から手が離れたら使わないっていうルールなんで、だからまあ基本的には触りっぱですね、いじりっぱ、触りっぱ、舐めっぱ。そう、女性が男性のと、ね、そうですね、そうですね。だから30ぐらいからがやっぱ監督として戦いのスタートだったんですけど、まずやっぱ自分がその高校生の時に、そう、下げ、なんですかね、やっぱちょっと M にならざるを得ない環境だったというか、ああ、そういうふうに言ってましたもんね。そうです。なんで、やっぱ性域がどんどん女っぽくなっちゃって、責められる側の人間になっていったんですよ、はい、20代の時ぐらいに。質問の時もやっぱ責められまくってたんですね。だから作品はやっぱ AV なんで、自分の憧れのものを撮るのがいいんじゃないかと思ったんで、はい、S というか、サディスティックなものを撮ってたんですよ。要するに女の人を責めるみたいな作品を撮ってたんですよ。はい、
でもやっぱほんと全く売れなくて、自分が攻める作品のやつって。ああ、だから、うん、だから多分 M だからでしょうね。その才能はないと思うね。そう、才能、そう、才能が全くなくて、で前の会社の社長にお前マジ才能ないからやめろって言われたんですよ、監督を。で、格好つけてばっかだから売れねえんだよって言われて、はい、その当時のまた前の写真館の時のことを思い出して、はい、本当だなって、やっぱ自分のなんか本当に好きなものとか自分の性に向き合ったものじゃないとダメだなと思って、そのなんかでもとかやってると分かる、分かんないか分かるか分かんないですけど、その乳首ものってなんか雑魚感ないですか、ぶっちゃけ。なんか分かんない、ピンとこないですよね。例えばその王道のハメ撮りとかなんかいろいろなんかあるじゃないですか、でっかいもの SM とか、まあそういうのがあったんで、乳首ものとかってなんかすごい小さいところのもんだなと思ったんですよ、はあはあ、でも一番好きなのはそれだったんですよ、自分の好きな行為としては、はあはあ、なんででもそれをマニアックじゃなくそうって思って、ペラぐらい有名になってやる。ああ、そうですね。そうなんで、そっからその SNS とか使ったりとかっていうところに発展していくんですよ。へで、まあやっぱ乳首もの取ったら、やっぱ偉いもの売れたんです、それが。はあ、やっぱ自分の正義だからでしょうね。なんでそれを王道にしていこう。メインにして、メインカルチャーにしていこうと思って、ね、そっから SNS 使ったりとかして、はあ、ずっとやってたんですよ。まあそしたらフォロワーも結構増えていって、はあ、まあその、結局なんか5万、10万とかになってたんですよ。へ作りネタみたいなのを使って。はあ、で要するにもうライト MO 監督として割と作品も売れるようになってきて、1年目ぐらい2年目ぐらい でいいなと思った時に、でこれを引き下げてドイツに行こうと思ってたんですよ。乳首を引き下げて。なるほどね。男は思ってるよりなんかそういう一番好きなもんって、その可愛い女の子がキャピキャピ笑いながら自分を責めてくれる、なんて言うんだろう、優しく で感じてる俺を可愛いねって言ってくれるのがなんか一番いいというか、なんか男らしくいなくていいよって言われてるみたいな感じが好きなんですよ。すっごいそれが好きで、そういうものを作りたいなって思って、で日本だと確かに視野は狭いけど、世界に出ちゃったらこの視野って実はめっちゃいいんじゃないかなと思ったし、あとなんか悲しいんですよ、やっぱめちゃくちゃ世界から見ても日本特殊だし面白いと思うんですよ、作り方とかも。でいろんな工夫があるし、他の作品、他の国と比べても。でもやっぱ日本って全く評価されないと、モザイクっていう壁があるん で結局向こう向けに作ってもモザイクかけなきゃいけないんで、やっぱ向こうでは売れない、絶対売れないと思うし、なんで作る側の人間が向こうで行くことが大事なのかなと思ってて、で意外と海外に住んだこともあったんで、意外とこっちがちゃんと作れば向こうは受け入れてくれて分かってたの、自分なりに。なんでもう行こうって決めてたんですよ。そしたらコロナになっちゃって、で、あ、じゃあなんか考えようと思って、もう一個やりたいことなんで、なんかいろいろ考えたんですけど、僕のその売れたきっかけになった作品が、今日これから君の乳首を出しに行くっていう作品だったんですけど、それが風俗になってたんですよ。お店になったんですね。そう、お店になってて、で SNS 上で多分コロナになったから、風俗上の女子とかそこのグループがめちゃくちゃ SNS やってるなと思って、でそこの会長みたいな方が SNS やってたんで、連絡してみたんです、 DM 送ってみたんです。で風俗って広告にすごくお金を払う業種なんですよ、はあはあ、そのネットのホームページに、はあはあ、それってなんかもうあんまり今の時代に合ってないと思うんですよね、はあ、で女の子自身で自分で宣伝して捕まえた方のがコスパもいいし利益も上がるから、自分たちで広告を掴んで、広告にお金を払うんじゃなくて自分たちで広告を作った方がいいと思ったんですよ。今はもう SNS とか全然大したことないですけど、当時は一番日本で一番多かったんですよ。当時は5万とかだったんで、まあ、監督としては多い、エロい動画とかバンバン出してるアカウントだったんで、それで15は結構多かったんで、まあ、影響力あるアカウントとして、そちらの風俗とかも宣伝もしていくし、一緒に動画作ったりとかプレイとか作るのをやりたいっていうのを相談したら、あ、ぜひ一緒にやりましょうって言ってもらって、でそれが独立した一発目の仕事だったんですよ。へえ、コンサルとか、ね、そうコンサルさせてもらって、で今もそれはやってるんですけど、月1回ぐらい出張行って女の子に SNS を教えたりとか、新店舗の文字考えたりとか、まあ、新作の新店の PR 動画作ったりとかっていう、まあ、そういう風に一緒にやらせてもらってるんですけど。へえ、ということはあれですか、そのアカウント凍結したってことですか。今は15万もいないっていうのは、凍結されました、凍結されました、つい本当先月ぐらい。あ、そういうことですか。三谷さんに連絡した時は凍結されてました。あ、そうなんですか。へえ、なんで凍結されちゃったんですか。もう直接的な表現すぎて、なんかでもやっぱあれよくわかんないですよね、凍結のルールなんて。でもやっぱり監督って名前ツイッターやってる時にいつも凍結対象なんだなと思いますよ。あ、ぶっちゃけ。そういうことですか。そう、僕は所詮エロを売る人間なんで、凍結することが別にしょうがないことだと思ってる。まあそうですよね。なんで別に凍結にビビっ
もうしょうがないというか、だってされちゃうじゃないですか。だってもでもやっぱ SNS もグレーというか、あの YouTube と違ってまだ SNS 多分エロ系のがないと多分伸びないんですよ、人の多分使う利用者が。はあ。例えばその出会いの目的だったりとか、そのエロい動画だったりとかエロい写真が全く使えないになっちゃうと、多分使う人が激変するから、多分下げれないんですよ。だからインスタとかもすぐ NG じゃないですか。はあ、そのすぐもうこれはダメですって速攻出るじゃないですか。そういうルールじゃないんで、だからギリギリやっていいんだなって思ってるんですよ。じゃ今はコンサルと、さっき言ったアパレルみたいなことやってるんですか。いやいや、アパレルはちょっと動い、あ、やりたいなと思ってた。いや、もう今動いてる段階で、今、コンサルとエッサンとかですね。あ、じゃ作品もじゃ自分フリーで撮ってるんですか、どっか、なんか、タッチを受けてというか。あ、撮ってます。月10本ぐらい撮ってます、今。すごいっすね、今日。で、なんか目標とかあるんですか、これから、こう。まあ、でも目的、そうですね、精神的なことは置いといて、やっぱ日本を一回出てちゃんと向こうで戦える映画監督になりたいなと思ってます。なるほどね。やっぱ、うん、向こうだったら結構その何監督何々とかそういうのが結構あるんですよ。そういう映画監督みたいな感じの扱いがあるんですよ。へえ。なんで、まあ、僕も日本に出て向こうで戦える監督になりたいし、あ、今月のヤングアニマルさんに僕インタビュー出てるんですよ。へえ。でも監督がヤングアニマルにインタビュー出れるんだなって思ったんですよ、最近。ほうほう。なんでそういう風にちゃんと日本でももっとそのそういうところで戦えるようになっていきたいっていうのがまあ一つ目標です。なるほど。もっとポップにしていろんな人に見てもらえるようになって、なんかいつもなんか悪い対象にされてるんですよ。その日本のセックスがおかしくなったのかしらとかいろいろなんか言われるじゃないですか。ほうほうほう。なんでまあ一個の理想といえば絶対は無理だと思うんですけど、日本人の性って男が女を責めるみたいなのがスタンダードみたいになってると思うんですよ。はい、ね、なんでやっぱどんどんとその性に対してプレッシャーになっていってどんどん減っていくっていうのが現状かなと思うんです。で、いろんな国行ったらそのセックレスとかってほとんどなかったんで、まあ、自分の作品とか見た人たちが女の人が男の人責めるのおもろいし、やってみたいっていうふうにいろんな人が蔓延していくのが一つ目標というか、なんかいろいろ話の進みがごちゃごちゃになってるんで、これ言うと伝わりづらいかもしれないですけど、フランスに行ってる時に言われたんですよ。日本人の男って頭悪いよねって言われて、なんでって言って、すぐ女の人のマウント取ろうとするじゃんみたいな、女の人より上に立とうとするじゃんみたいな、日本の男って言われて、ああそうかもね、でそっちは違うのって言ったら、あのねって言って、女が笑ってれば世界は平和なんだよって言われたんです。要するにお母さんが機嫌よかったら家はあったかいでしょみたいな、なんかお母さんが幸せだったら意外と人生って結構ハッピーなんだよっていう風に言われた時があって、なるほどなと思ったんですよ。なんで女の人が割と楽しんでるようにする方がいいというか、女性が楽しむような性ライフみたいなのを送るきっかけになればいいなと思ってます。だから僕の作品見たら女の人だったりが男の人でもいいんですけど、あ、男の人冷めたいとか女の人冷められてみたいとかっていうのを蔓延できればなと思います。もうそれがなんか一つ一個いい形なのかなって、とかで世の中にできることなんて多分それぐらいしかないじゃないですか。なるほど。なんでまあそういうのがちょっとでも増えれば嬉しいなぐらいに思ってるしね。はい、面白かったです。いや、それありがとうございます。ありがとうございました。